誰からの手紙？ハーフバースデーおめでとう。プレゼントは約束だよ。たとえ何があってもそばにいる。誕生日にはろうそくを一緒に吹き消そう。朝はパパがご飯を作って学校へ送るよ。怖い夢を見たときは子守歌を歌おうか。不安なときは抱きしめて大丈夫って言ってやる。ローズはパパの宝物だ。それを忘れないで。パパより。お前は愛されてない。いや、マイケル、マイケル助けて、マイケル。